マンレ撮影のポートレート、ローズ・セイラビ、1921年。アートディレクションは、マルセル・デュシャン。ゼラチンシルバープリント5から7、8X3 から7、8。フィラデルフィア美術館像、ベル・ヘイリーンの香水瓶のラベルに仕立てられた、マンレ撮影のポートレート、1921年。ローズ・セラビは、フランスの芸術家マルセル・デュシャンが用いた編名、あるいは、 別人格の一つ。この名前はダジャレになっており、フランス語のエーロス、セラビに音が似ている。また、アラサ・ーラビにも通じるとされる。1921年、セラビはマンレー撮影による一連のデューシャンの女装写真に登場した。1920年代を通してマンレーとデューシャンは、さらにセラビの写真を作り続けた。後にデューシャンは文章を書いたり、 作品を発表するときにも、セラビの名をしばしば用いるようになった。デューシャンはまた、自分の造形作品名に、セラビの名を用いており、少なくとも一点、ローズセラビを、なぜくしゃみをしないのはその例である。この作品は、デューシャンのレディメイドの手法による、造形作品で、舌下体温計、イカの骨、そして、角砂糖に似た152個の小さな大遺跡の立方体を取りに入れた。 アッサンブラージュと呼ばれるものである。同じく1921年に発表された、レディメイド作品、ベル・ヘイリーン、オデベ・ワレットのオリジナルの箱に入れられたの香水瓶のラベルにはセラビの写真が入っている。また、リューシャンは映画、アネミック・シネマをセラビの名で発表した。さらに、グリーンボックスと通称される、 デューシャンの文章が書き込まれたノート類が緑色の箱に詰め込まれた作品もセラビの名義で発表された。1922年以降、ローズ・セラビの名はフランスのシュルレアリスム詩人、ロベール・デスノスによる一連のアフォリズム、ダジャレ、高音転換などに登場するようになった。デューシャンを称えたアフォリズム13はローズ・セイラビ・コネ・ビアンル・マルシャン・ジュセルというものだが、 これは、マルシャン・ジュセルの発音が、マルセル・デュシャンの組み替えに聞こえることを踏まえている。1939年、今度は、デュシャン作のアホリズムなどを集めた作品集が、ローズ・セラビ名義で、プール・イクズ・デプジェイ・イ・エヌ・トゥース・ジョンダスと題して出版された。ローズ・セラビにインスピレーションを与えたのは、ベラダ・コスタ・グリーンという人物と目されている。 彼女は、モルガン財閥を開いたジョン・モルガンの師匠で、モルガンの死後には、モルガンライブラリーの館長となり、通算43年間働いて、今日のモルガン図書館、博物館の基礎を築いた。モルガンから、また後には、ジャックと、通称された同盟の息子からの支援を受け、クリーンは希少な手書き写本や書籍、芸術作品などを売買しながら、コレクションを形成した。 エストニアの詩人、学者で、多くの言語に通じた知識人であり、亡命先のスウェーデンで亡くなったイルマーラーバンは、エストニアシュルレアリスムの父と称される人物であるが、言葉遊びとダジャレを踏まえた、ロウシセラビステという一連の詩をエストニア語で綴った。1957年に出版された、この作品は、作者の母語であるエストニア語への面白みあふれる参加となっており、 エストニア語の柔軟性を生かした言葉の巧みとしてのラーバンの技量を比例する彼の代表作の一つとなっている。ジョン・フルシアンテの別人格であるニアンドラ・レイズはローズ・セラビを踏まえたものである。この人物はフルシアンテの1994年のアルバムニアンドラ・レイズ・ユージュ・アリー・ジャスト・エ t ティシャツのカバーに大きく映されているが、これは当時フルシアンテのガールフレンドだった。 トニー・オズワルドが制作した映画の一場面である。ただし、この映画は公開されていない。ありがとうございます。